守りに専念するというふうに書いているんです。しかし集団的自衛権行使できるようになれば一体何が起こるのか。相手から見れば日本が先制攻撃することに他ならないんです。先制攻撃できる国がなんで戦時防衛なんでしょうか。さあ、ちょっと次はこの戦争法案に明確に反対の態度を明らかにしての当選となりました。皆さん、自民党は戦う前からこの安保法案の反対の世論の大きさに候補者を引き下げざるを得ないというところに皆さんを追い込むことができたんじゃないでしょうか。核兵器が運搬できるクラスター爆弾もミサイルもこれがもう補給することができる。現に戦闘が行われている地域以外でならば武力の行使と一体化しないと言いますが、その補給された弾薬1時間後2時間後あるいは1日2日後に何に使われるのでしょうか。相手方の兵士あるいは一般市民を傷つけるためにその肉体を破壊するために使われるその弾薬を自衛隊が補給をしてどうしてこれで武力の一体化と言わないのでしょうか。私たちは今本当にこの国の近代現代史に向き合い、そしてアジアの人たちと共に歩み、そしてアジアの人たちの寛容を求める、これこそがまさに究極の安全保障ではないでしょうか。どうか皆さんご自身のお住まいになっているそのまさに生活をされている自治体でこの法案とどう向き合っていくのか、そういうことも新規で街頭行動などをされるときに問い直していただきたいと思います。戦争法制整備法反対。戦争法制整備法反対。戦争する国絶対反対。安倍は移行者の教科書で中高生の洗脳をしようとしています。移行者の教科書は日露戦争、ロシアの南下によって日本の存立危機があるから自衛戦争だ。存立危機どっかで聞いたことありますよね。安倍政権は普天間基地の危険性職の唯一の解決策はゼロコロナという立場を一切変えていません。これ以上地下いらないというふうに小山知事の土地を一方的に奪っておいて大体地を示さなければ返されるというのは政治の堕落だという当たり前の指摘にもまともに答えていません。皆さん、こうした民主主義に反する傲慢な政権を誕生させのさばらせているのは私たち本土、ヤマトの私たちです。沖縄の問題は沖縄だけの問題だな、むしろヤマトの私たち自身の問題であり責任ではないでしょうか。すでに自衛隊の方ではよくわからないような形でどんどん先に自分たちの行動を進めている、いろんな計画をしている、大臣もよくわからない、よく聞いてない、こんな体質の下で自衛官の個別の判断で不起用させていたら国がいくつあっても足りない。日本国際フォーラムという民間のシンクタンクがあります。ここが2009年に提言を出すことになって、でこの提言が積極的平和主義を題した提言です。でここで言ってるのは憲法の平和主義は消極的平和主義、受動的平和主義であって、それに対して日本はこれから能動的、積極的平和主義をしていかなければいけない。そして具体的な提案としては、まさにこの集団的自衛権行使の容認だけじゃなくて、武器輸出三原則を見直すこと、非核三原則を見直すこと、こういうことを言ってるんですね。しかも安倍首相は一衆議院議員やあるいは自民党総裁の肩書ではなくて、なんと内閣総理大臣の肩書で参与を含めているわけです。